お邪魔しまーす。おい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 、広い家だな、これ誰の家？オレンジ。どうも皆さんこんにちは、パキュンパキュンのレジ君です。どうも皆さんこんにちは、パキュンパキュンのレジ君です。どうも皆さん。ということでね、私レジ君ことレジェス圭一、25歳、無職ニート、家を買いました、買わせていただきました、ありがとう。今回はね、新居のルームツアーということで、いろいろとね、高かったよ、いろいろと。段ボールとかめちゃくちゃあるんですけど、それはご愛嬌ということで、まずどっち行く？左行く？右行く？地下室行く？分かってるってみんなが気になるのは地下室でしょ。行ってみましょう。まずね、私の新居、めちゃくちゃ声響くね、広すぎ。そうですね、私の新居、地下室がありまして、見てこの暗さ、急に暗い、怖いんだが、しっかり防音仕様となっております。お邪魔します。暗い地下を抜けると、ドゥ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 。これも完全にやっちゃってるね、やっちゃってるね。20畳の地下室を作らせていただきました、ありがとうございます。まあね、こだわりポイントたくさんあるんですけど、一番はやっぱこれかな、この壁紙緑なのよ、黒巻きで抜けるのよね。やめろお前、来んじゃねえ。とかね、めちゃくちゃいいね、ずっと地下室欲しかったんだよ。ということで何から紹介していこう。まずね、地下ね、湿気がひどいの、しつけね、なんで空気清浄機と、こちらですね、除湿機をもうフル稼働させて換気扇も回して、やっと 50% になるかなって感じですね。あ、やべやべ、俺の副業のちょっと服が見えちゃってますね。土日は僕遊園地で働いてます。ぜひ遊びに来てくださいね、よろしくお願いします。待ってます。からのこの部屋は前の家からあったお宝コーナーですね。これちゃんと飾っていきたいと思います。ぜひみんなに決めてほしいものがある。このリフトツアーのポスター、ちょっとごめんね、宝の地図と被っちゃってるんですけど、一番でかいポスター、この部屋のどこかに飾りたいんだよ。 A、B、C はないかな、どっちかかなと思ってるんですけど、ちょっとぜひコメントで A か B 教えてくれ。この家はみんなのおかげで建った家だ。この辺にあるフィギュアとかもね、ちゃんとフィギュアケース買ったんで、それもまた飾ります。しっかりドゥーンと飾ります。ゴジラたちも新居を楽しんでますね。はいはい、そんな感じで、こう充電器コーナーとか、あとそうだ、ルンバ買ったんですけど、こいつめちゃくちゃ可愛いんだよね。今から掃除します、ビーン、障害物があったんで帰りましたとかって言うからね、めちゃくちゃ可愛い。あと気になるのはやっぱデスク周りですかね。モニター3枚同じモニター、なんだこれ、エイサーかなを揃えて、サブモニターは縦にすることによって、なんかちょっと整ってる感わかるかな、整ってる感あるんだよね。そしてみんな、この間引っ越しの動画でありがとうね、75万人目指してるって言ったら、すぐいた、やればできるじゃんか。みんなこれちょっとさ、6月になるまでに76万人目指してから、今すぐ高評価、何回間違えんだ俺、チャンネル登録してくれよな、よろしくお願いします。とまあここでひたすらね、動画をバチコリ作っていくわけですね。あのね、一つね、モニターアーム問題、実況者の皆さん抱えてると思うんですけど、これね、今までのスタイルはここ上、このここにバキュンバキュンって言ってたんですけど、やっぱね、反響するのよ、でかすぎて部屋が。なんで防音材とかね敷いたんですけど、意味ない、もうほぼゼロということで、口元かな、ここに座るからね、口元にあってやるかなと思ったら、めちゃくちゃいいモニターアーム、あー、マイクスタンドだな、見つけたんで、それもまた言います。バチコリ A マイクアーム、またそれも言います。すいませんすいません、心の中のガーシーチャンネルが出てしまいましてね。あとここね、ホワイトボードの壁なんですよね。僕の名前ね、レジェ君でもあり、アインシュタインでもあるんで、ここに計算式とかをね、どんどんいっぱい書いていきたいと思います。なんだ、ピジェって、レジェだよ、ペジェなんか聞いたことねえぞ。あとはそうだな、またまた冷蔵庫紹介いっちゃいましょうか。こないだね、ヨーグルトいただきました。ちょっと一発オルナミン C でも飲もうかな。いただきます、新居に乾杯。突然ですけど皆さん、最近どうですか、人生。暗いニュース、悲しいニュースばっかりでね、ここで一つ明るいニュース、私
結婚いたしました。ありがとうございます。夫婦揃ってね、足並みを揃えてこれからも頑張りたいと思います。特に何も変わることはないですね。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで次はどっち行く？こっちの部屋ごめんなさいね、正直。ゴミ置き場として使ってるんですけど、まあ一応あります。また言います。あっちの部屋また言います。しかるべきが来たらね、しっかり紹介したいと思いますからの、お次はこの部屋行っとけば全部の部屋見せちゃう。期待しないでな、あんまり期待、あ、これは見なかったことにしておこう。いや本当にね、まだまだ段ボールが多くてごめんなさいです。ここはトイレですね。はい、奥にトイレがあります。綺麗ですよ。さあ、そしたらメインディッシュ、リビング行きましょうか。ちょっと待ってね。奥さんの実家のワンちゃんが遊びに来てますね。もこちゃん、どうしたんだい？そんな泣いて。かわいいな。おい、ママに会いたいのか？大丈夫大丈夫。チャイチーな。おい、もこちゃん。もこちゃんとはもう5年くらいの付き合いになりますね。かわいい。さあ、ということでリビング行きましょうか。ごめんなさいね。本当に全然片付け終わってないんですけども。広い宇宙。あ、ココちゃんもいるんだね。ココちゃんこんばんは。君はこのマットから抜けれないんだよね。ココちゃんはね、ネスの後輩でサンズの先輩です。今1歳になったのかな。いい子にしてるんだぞ。ということでまずは見てくれ。ドゥ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 ン、バカデカテレビ。ソニーのテレビ、ブラビアですね。めちゃくちゃ一番でかいやつくださいって言ってこれが来ました。この辺とかもちょっと綺麗にしなきゃですね。ごめんなさいね、まだ3日しか経ってなくて引っ越しから。この辺はソファーですね。ソファー前と同じソファーなんだよ。ちょっといいソファーあったら教えて。買おうとしたんだけどなんか迷いすぎて、いいのがなんかしっくりくるのが来なくて、なくて、いいのがあったら買いたいと思ってます。それもまたこれも買えます。からのテーブルですね。めちゃくちゃいいよね、この感じ。ちょっと見てくれよ、おい。信じられるか？これ俺ん家なんだぜ。全部この敷地俺ん家なんだぜ。夏になったらカブトムシとか来るかもな、ここに。信じられるか？ちょっとね、あんま見せちゃうとマジ特定されたら本当に一巻の終わりだから、プライバシーに気をつけつつ、でも来られても大丈夫。ドゥン、セコムが俺を守ってくれている。バーベキューとかここでしたいね。とまあリビングはこんな感じですね。こっちが和室でこっちがリビングですね。ちょっと待ってくれ、この動画1時間くらいの動画になるぞ。家がでかすぎる。リビング、はい、こんな感じですね。あの奥にパントリーボックスっていうのかな、水とかも大量にあります。この家のこだわりポイントはやっぱセキュリティですね。なんといってもセキュリティ、防犯カメラが8つ8つ。指が足りないね。超大量に仕掛けてますよ、見てくださいよ。あ、見せれないわ、ごめん。危ねえ、家バレするところだった。まあね、セコムがしっかり見守ってくれております。2階行っちゃう？2階もね、バカ広いんですよね。お邪魔します。ネストサンズがまだいないね、どこにいる。はい、ということでどっち行く？まっすぐ行く？右行く？ルンバに挨拶する？やばいね、これ全部屋紹介できないっすわ。まあ部屋がいっぱいあります。ここはなんかキャンプグッズとか入れてます。ここで一つ言いたいのがね、この家は家じゃないです、住居じゃない。僕が住む家じゃなくて撮影スタジオなんですよね。暮らすことをね、目的として作られていないんで、なんか違和感があったらそれが原因かもしれない。ここは撮影スタジオです。ということでこちらの部屋行きましょうか。さあ何が出るかな。ドゥーン、トイレですね。2階にもトイレあるの嬉しい。地下にも欲しかったけどね、いくらお金があっても足りないよ、工事。そしてネストサンズがいませんね。ここは洗濯ルームかな。めちゃくちゃかっこいいの買った。俺超着替えるからさ、すんごい回すんだよね。からの洗面所、ちょっと待って、やばいよ。水出しっぱだったよ。いつから出てたんだろう。見てこれ、めっちゃかっこよくない？シザーハンズ的な、頭をぶち洗えるみたいな。僕の頭焼きそばくんなんでね。ここで寝起きのボンバーをね、整えていきます。まあ誰にも合わないんですけどね。お風呂こんな感じ。でん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 、綺麗ですね。ガチめの大理石。大理石の何がいいのかはわからない。ここはね、サウナがついとるんですね。え、怖くない？こんな中入るの。え、めっちゃ怖いんだけど。こんにちは、心霊チャンネルへようこそ。サウナいいよね。僕めっちゃサウナ好きなんで、自宅に作っちゃえということで作らせていただきました。さあ、そしてなんだかんだ最後の部屋かな。ネストサンズ仮眠室におるんかな。おーい、ネストサンズ、いた。何やってんの、久しぶりだね。ずっと寝てんのか、冒険に疲れたか、新居の
あーかわいいな。引っ越してからね、だいぶ落ち着いたのか、めっちゃ寝てますね。もちろんネスもいますよ。こんにちは。どうですか新居は。君も寝不足かい。そうだよね、昨日の夜ルンバと戦ってたもんね。はい、そんな感じでね、チャレンジまであと1時間とかって時にここで一旦寝て仮眠してますね。いつもこの部屋すごくてね、猫扉があるんだよね。ここ開くんだよね、ネストサンズが入ってこれるように。まあめったにネストサンズこの家に来ないんだけどね。とまあ大体こんな感じですかね。ごめんなさいね、全部の部屋は紹介できてないんですけども、またなんかの動画でね紹介できたらなと思ってます。はい、てな感じでね、いかがだったでしょうか。私の新居ということで、ここでまたね100万人目指して頑張りたいと思います。この家は間違いなくフォートナイトとみんなのおかげで建った家、これだけは間違いなく言える。そもそもね、なんで家を買ったのかというところから話していいですか。ごめんなさいね。毎月ですね、銀行口座の数字がどんどんガーッと増えていくわけですよ。これを何かみんなに還元したいな。プレゼント企画、スイッチ配る、 iPad 配る。いやいやいや、そんな限られた人数じゃなくてみんなに還元したいんですよね、ガチで。みんなに還元できるものって何かなって考えたら、面白い動画、おもろい動画をみんなに届ける、それもまた言います。それがね、何よりの還元方法なんじゃないのかなということで、1億5000万現金キャッシュでブーンぶったたいて撮影スタジオ交流させていただきました。ありがとうございます。ちなみに家決めるまでめちゃくちゃ早かったです。1月かな、今年の1月くらいから探し始めて、2月に決めて工事入って4月の末で終わってるでしょ。いやー、みんなに支えられてますね。本当に関係各所の皆様ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。あまり長い動画好きじゃないんでね、この辺でおいとましましょう。最後に一つだけ言わせてくれ。俺が100万人超えるのはここだからね。伝説は続いていく。俺とお前たちと、いやお前と君とあなたと、あと奥さんとかも、みんなで100万人超えるまで突っ走っていこうぜ。頑張ってついてこいよ、俺は早いからね。はい、そんな感じでね、チャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。今日からのレジ君やべえぞ。世界が震えるような動画をここで、この家で、この撮影スタジオで作っていきます。よろしくお願いします。今後ともフォートナイト1本で家を建てた男、 YouTube ドリームを掴んだ男、レジ君からでした。頑張っていこうぜ。